チャールズ・エドワード・グリーンは、アメリカ合衆国の陸上競技選手。男子100メートルの元世界記録保持者である。100メートルと400メートルリレーの選手として1968年、メキシコシティオリンピックに出場。100メートルは、同じアメリカのジム・ハインズとジャマイカのレノックス・ミラーに、ついで同メダル、400メートルリレーでは、アメリカチームの第一走として、 金メダルを獲得した選手である。グリーンは1964年東京オリンピックに出場するのは確実だと見られていたが、怪我のためオリンピック選考会で6位に終わり、出場はならなかった。グリーンは1966年の全米体育境界100ヤードで優勝。1968年にも100メートルで優勝している。 この大会でグリーンは2度100メートルの世界新記録を樹立している。最初は予選でアルミン・ハリーの10秒0に並ぶ世界大記録、そして準決勝では9秒9を記録した。なお、この大会ではグリーンの他にもジム・ハインズとロニー・レン・スミスも9秒9の記録を出している。また、グリーンは ネブラスカ大学在学中の1965年から1967年にかけて全米学生選手権の100ヤードを制している。1968年メキシコシティオリンピックでは前回同様怪我に悩まされるが銅メダルを獲得。しかし400メートルリレーのメンバーとして38秒2の世界新記録で金メダルを獲得した。彼は競技生活を終えた後、 陸軍の士官となり、陸軍チームのコーチとなった。陸軍を退官後は、スペシャルオリンピックスの役員となった。ありがとうございます。